そうそう、だから前の店でスカパラの、あんたそれ謝らなあかんで、ね、ほんまにスカパラと吉本が合同で大きいイベントをやって、うん、その時の打ち上げで俺は谷中さんと仲良かったからタコシゲでやりましょうって一個タコシゲでやって、その時に後輩が宮里っつって お前なんか思んないねんっていうノリしたら、うまないええがなええがなってこの胸にこのハンマーパンチでドンってやってうわーっていうのがもう恒例のノリやって、ミニコントの楽しい。でもあのまあまあ強めにいかな面白くないから強めにいくけど、芸人は強めにいくの分かってるから力入れて、ほんで陽太あの大森さんが僕もやりたいって言い出して、あ分かる、大丈夫かなと思ったから宮迫お前なんて面白くねえんだよって違ってきたやかましいじゃってドンってそんな強いの来ると思ってなかったんでボーンっとんで、ほんでそれでもわー笑ってみんな笑って終わって、でもスカパラはツアー中だった、全国ツアー中で神戸かなんかのツアーの時にあかんパーカッションが叩きにくいってなって病院行ったらサボ取れてるんだよ。えぇ、ー、おっしゃんも一、うん、回、うん、夜中オールザッツ終わりで、はい、夜中みんな来て、はいはいはい、うん、でその宮迫はそのゴリラって呼ばれてた、はいはいはい、で宮迫はほんまはすごい優しい男や、はい、暴力的な男じゃない、うん、世間の人に伝えたいけど、うん、暴力的な男じゃない、うん、でもその暴力が、うん、パワーがすごすぎるから、うん、みんなが見たいからこういじって怒らしてこうやる、はいはい、そのお決まり事や、うん、その日もみんなオールザッツ終わりで、うん、まあ、お酒飲んでて、うん、でそろそろあれみたいなってなって、その宮迫をなんか後輩が言う、で後輩が行く、うん、でほっしゃん止めてみたいな、ほっしゃんが止める役、まあ、宮迫さんやめましょうやめましょうみたいになって身代わりになる、はい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 、ほんでそう首とかもうグリグリやられてる、でもほっしゃんは顔色一つ変えずにやめましょうやめましょうってなってほんで結局それは明け方までやって、うんうん、おっしゃ次の日病院ってお話が面白いと思った方はチャンネル登録並びに高評価ぜひよろしくお願いします。